古川武史の人生を変える習慣化。この番組は習慣化コンサルタントの古川武史があなたの人生を変えていくための価値ある習慣と習慣化について幅広くお伝えするものです。知識というより一つでもこれはやってみようとやる気が湧く音声発信を心がけています。どうもこんにちは、習慣化コンサルタントの古川です。習慣化オンラインサロンという中で配信している、10分か15分ぐらいの音声が毎日配信してるんですけど、その中からですね、ピックアップをしたいというふうに思います。それではその音声を引き続きお聞きいただければと思います。どうもおはようございます。習慣コンサルタントの古川です。今日はですね、気づき方の違いということで、ちょっとこう最新のこのメソッドについてですね、そのこう断片を共有させていただきたいと思います。で、人を変えてくれるのは私はやはりディープインパクトの気づきだと思っていて、行動とか意識が変容する時って、時に人との出会いだったり、もしくはその自分の中で何か新しい概念みたいなものにこう触れる、もしくは自分の体験の中ですごく痛い目を見たりとか、新しい成功体験の中からものすごい深い気づきが生まれた時に、自分のその意識の変容が起きて行動の変容が起きるということって多いんじゃないかなと思います。で、いずれにしても私は気づきっていうのはものすごく人生において重要だと思っていて、そのこうアベアネス、気づきですよね。で、これをどうやって普段得れるかっていうことですね。で、それについてやっぱりコーチ、具を生業にしているので、自分自身もそうですけど、他者に対してもやっぱりそれをすごくその人がやっぱ気づいたことっていうのはものすごく深い影響を与えてくれるなと思う。でも一方でですね、思うのは気づき方って本当にやっぱ人それぞれ違うなぁと思っていて、で、そんなことをですね、ちょうど今本質を探求するっていう、本当の自分を知るっていう風なところについての、本を書いてますが、タイトルとかその辺の周りはまた、紹介したいと思いますけど、ふと、これだなっていうふうに思ったのが、その、優位感覚ですね。やっぱその人が持っている優位感覚っていうものを、に照らしてみると、自分の過去のその気づき方、が違うっていうことですね。それについて今日は少しちょっと紹介をしたいと思います。で、この辺のこう体系というか全体のそのこう自分のこう成長モデル、前回紹介したようなその理想モデル型とか、内なる導きタイプとか、そういうことを含めたこう新しい自己成長とか、そういうパラダイムについてはまたまとまってお話ししたいと思います。特に直近では、7月の17日の、リスタート戦略のところでは、そのことを体系的に、紹介したいと思いますし、またサロンの中でもですね、どっかのタイミングで、全体体系的にはお話ししたいと思います。で、今日は、その、気づき方が違うっていうことの、その、ポイント、をですね、掴んでいただいて、そしてご自身の気づき方ってどういうことが多かったかなっていうこと、それに触れていただくと、ご自身の気づきを増やすための、一つヒントになるかなというふうに思います。で、まずその細かいフレームに行く前に、ちょっと個別具体的なスーパー一人称の私の自分の気づき方の例を紹介したいと思います。で、私はですね、自分が気づきを得るときのいくつかの傾向を考えてみると、一つは散歩するときなんですね。で、その、こう、意図して、もちろん散歩ですね。こう、何か仕事の合間にこう散歩するとかそういうことじゃなくて、ちゃんとこう、一応シューズに着替えて、ウォーキングだと意図して、で、非常にその心も、スイッチをオフにして、で、オープンになっているという時ですね。で、私がやっぱすごく覚えているのが、自分の家の近く、よくこれ話をするところですけど、家の近くの、こう、川を、目黒川の近くを、その当時住んでた目黒川の近くを、ふらふらと、すっごく春の、
ポカポカ陽気な日だったと思うんですよね。ですが、私の心の中では、それなりに、こう、なんか、行き詰まり感というか、いろんなことをやって、やっぱ手詰まり感を感じて、でも、ここはどうしようかなっていうことを、こう、ふらふらと。別にその、めちゃくちゃネガティブってわけでもなく、ただ、なんかその、こう、例えば、10個試して10個うまくいかなかったみたいな、まあ、例えばそういうふうな、音が自分の中にこう、あったときに、なんかこう、なんかやり尽くしたけど、もう、なんか次のうちでないなぁ、みたいな感じで、こう、ぼんやりとしながら、こう、歩いてたわけ。で、そんなにスピード、速くでもなく、遅すぎず、ふーっとこう、歩いてった時に、あるところで、なんか、ズドーンとこう、自分の中の、こう、すごい深い気づきが湧いてきて、で、それは、もう、ほとんどなんか、意味もなく、あ、そうだ、なんか自分は本を書く生き方がしたいんだって。なんかその文字に、残す、このメソッドとか方法とか、そういう、まあ当時はその習慣化っていうキーワードももちろんなかったんで、コーチング。でも自分がこう思いついた着想とか気づきとかメソッドっていうものを、小冊子でもいいので、何かそのこう一つの作品というか、形にして、残していく生き方、書く生き方がしたいんだっていうことを、気づいたんですよ。それ多分2008年か2009年、2008年だったと思いますね。2008年ぐらいだったと思うんですけど、2009年だったかな。はい。こう、もう明確にその時にドーンと落ちてきたんですよ。で、それは、やっぱり今でもそうなんですけども、もう確信としか言いようがない、感覚でありました。でも、そんなことって、私の多くの、人生における、もしくはその仕事における、一つのこう、転機とかブレイクスルーっていうのは、多くの場合、散歩してる時に出てくるんですね。で、それがまず、ありますと、いうことがまあ一個と。で、それ以外にも、座禅会とかに行って、静かに、座禅の時って何も考えないっていうのがポイントなんで、呼吸に集中して、ただひたすら、こう、もう本当、ただ今を集中するわけですよね。でもいろんなものは、こう、で、45分、25分、25分、合計50分ですよね。で、やって、で、終わって、その帰る車の中とかですね。そういう時に、さーとこう湧いてくるんですね。自分の中の、なんか、透き通った、こう、ざわざわしたものがなくなった深いところから、自分の、次何していけばいいのかっていうことの、サインとか直感みたいなのが、ビャーンとこう湧いてくるみたいな、感じなんです。で、これって、人に言うと、賛同される方もいらっしゃいますし、人によっては、いや、全然その感覚わからないと。で、そういうの湧いたこともないし、なんか、瞑想やっても眠いし、散歩行っても別に散歩いろんな鳥がいるなとかなんか感じるだけで、特に、なんか気づきが湧いたっていう感覚ないっていう方もいらっしゃるんですね。で、気づき方って、あ、でも感覚が違うんだっていうことを、思ったのが、この、五感の感覚で人って本当違うんじゃないかなっていうことですね。で、ちなみに私は体感覚、まあ、視覚聴覚、五感は視覚聴覚で、そして、味覚、触覚、嗅覚ってありますけれども、この NLP っていう、こう、心理学の中では VAK って言いまして、V は、ビジュアルということで、視覚ですね。で、A はオーディオということで聴覚。まあ、あとは言語感覚とか耳とか言語感覚が優位なタイプっていうのがまあ聴覚。そして、K のタイプっていうのが、体感覚なんですけども、私は一つまず体感覚がすごく敏感なんですね。なので、こう、よく言う話は、私コップいっぱい持ってるんですよ。で、妻からすると、なんで同じようなコップをこんないっぱい買ってんのと。で、いうことなんですね。で、見ると似たようなコップなんです。ですが、体感覚が優位な私からすると、全部触り心地違うんですね。掴んだ感じが全く違うコップなんで、私にとっては飲んでる時の感覚は全く違うんですよ。ですから、例えば、
絵でも絵が好きな人はいろんなバリエーションの絵が並んでたら外から見たらいろんな絵を集めてるんですねっていう風に、思ったとしてもなんかある人がするとでだからビジュアルで見ればその同じように見えるわけです。ところが私の感覚でいくとバリエーションあるんです。体感覚的にはもう全然違うんですね。でこれが外から見てみると視覚的にはよくわからないんですが体感覚が優位な私はそんな感じ。あと椅子とかも大好きなんですね。なので座り心地のいい椅子みたいなものがあるともうすぐ買いたくなると。でも椅子そんないっぱいあっても誰も座らないだろうみたいな感じなんですが、いろんな座り心地の椅子があるだけでものすごく私の QOL みたいなめちゃくちゃ上がるんです。まあというような感じで、この体感覚が強いっていうことが、分かっていて、そして、内向型ですよね、私の場合でいくと。で、自分との対話、ダイアログ。だから、内向的な人っていうのは、こう、自分との対話が、ダイアログがすごく重要で、で、外向的なタイプっていうのは、他者とのダイアログの中から気づいていく。内向的なタイプは、自分とのダイアログが気づきの中心になっていく。で、外向の人は、いろんな人たちと会ったり、いろんなものと旅行行ってみたりとか、いろんなものを触れたりとかすると、外からの何か刺激で気づくっていうチャンネルが違うわけです。で、さらになんですけども、同じ、体感覚でも、私のように内向型の体感覚っていうのは、まず散歩いいですね。もう散歩行くと気づきまくりっていう。ですから簡単な話は、毎日散歩したらいいんですね。で、自分の中で、こう空っぽにして散歩すると、行って帰ってきた時にはもうなんかものすごい気づき出てるんですね。ですから、あ、散歩っていう手を自分の中で気づきのチャンネルとして持っとけばいいんですね。あと、手書きです。で、手書きが響かない人と響く人といろいろいると思うんですが、体感覚の人は本当に響くかなと思います。で、手を動かして、ペンの、この感覚と、この文字の、こう、感覚、筆圧の感覚、これが、ものすごい自分の、この気づきセンサーにビリビリと響くんで、やっぱり、この、私は A さんの紙に、ペンでですね、うわーっと書いていくと、もう気づきがブワーっとこう増幅してくるみたいな感じなんですね。で、あとは、だからその先ほどのような瞑想とか座禅とか、そういうのはすごく、いいですし、あとは、やってみるっていう、とにかく実験してみると、動いてる最中に、その自分の中で、こう直感とか、アイデアがもうバン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 湧いてくる。で、それが気づきの引き出し方の私のポイントということになります。で、今日はちょっとスーパー一人称で話をしたんですが、こういうことって、例えば外向型の体感覚だと、何がいいかっていうと、やっぱり交流会とか飲み会とか、一緒にスポーツしたりとか、アクティビティとか、うちなんか芦ノ湖キャンプとかやってましたけど、一緒にそうやってアクティビティをみんなでやりながら、何気なく喋ったところに、バーンとこう気づきがあったりとかする。で、人から、いや、それいいんじゃない？面白いんじゃない？とか言われた時に、一緒にアクティビティしてて、あ、そうかもみたいな。なんか、そういう風な感じですよね。で、そういう風な、外向型のタイプの体感覚の人っていうのは、そういうチャンネルに入った時に気づきがゴーンとこう入ってくる。で、ちなみに、ビジュアルの人だと、例えば内向型のビジュアルの人だったら、自分のものをですね、なるべく絵にしたりとか図解にしたりとか、自分のイメージ写真とか色とか、そういう風なものをこう視覚化して、イメージしておくと、自分の中のですね、こうイメージみたいなものがこう明確になると。で、内向型のこう聴覚のタイプであれば、例えばこういう音声を聞いて自分で内省するっていうのも、すごく得意でしょうし、その音声学習ですね。で、オーディブルとか、ああいうふうなものも、視覚で本を読むのか、それとも聴覚で、読むかによっても全然違ってくると思う。で、ということとか、もちろんその外交の、ビジュアルの人で言えば、旅行に出かけて、こう、一緒に誰かと旅行に出かけていろんな景色を味わうみたいな、まあそういうふうなものっていうのは、良かったりするでしょうし、まあ、聴覚、優位という方であれば、人と、こう、まあ、ディスカッションみたいな感じですかね。こう、していくとか。比較的、聴覚の方は、オンラインでも多分大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思います。オンラインで人と話をしててもいいと。ところが、外交の体感覚の人は、やっぱりリアルで出てきやすいんですよね。やっぱりその、こう、エネルギーとか、
雰囲気とか空気みたいなものがすごいこう自分の中にこう伝染してくるように気づいていくんで、やっぱそこがですね、すごくやっぱ違うんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日ちょっといろいろ話をしたんですが、全体としてはまあ、限られた時間は断片しか喋れませんけれども、気づき方っていうのは、実はその人それぞれも感覚がちょっと違うと。入り口が違う。で、どれが自分の中で過去、自分の人生の中で、あ、こっちに行こう、あっちに行こうって。で、それは、どんなことが多かったかっていうのを、ぜひ、書き出してみてください。誰々との出会いとか、誰々との話。それはどんな場所でどんな風に聞いたのかですね。なんか本から得たのかもしれませんし、いろんなものあると思います。そして、視覚と聴覚、耳で聞くか、まあ、言語っていう聴覚ですね。で、そして、こう、体感覚、体の感覚。で、あと、それと、内向なのか外向なのか、自分の内側の対話なのか、この他者との対話によって生まれてくるのか。その外向と内向でも2つタイプがあって、そして内向の中でも、内向型の視覚型、聴覚型、で、体感覚と違うわけですね。で、まあ、このマトリックスの話まですると、ちょっとややこしくなると思うんで、まあ、あくまで、その、こう、私の、一人称の話をこう聞いていただいて、あ、自分はアクティビティとかなんかやってる時にとか、友達とその飲み会の中で気づくとか、なんかそういう風な感覚ってあると思うんですよね。で、その感覚をもっと使うっていうことがすごく重要です。自分にとってせっかく気づきの優位感覚とかチャンネルがあるのに、普段気づいてないからあんまり活かしてない。例えば私の場合で言えば散歩みたいなのって、別にやればいい話なんですけど、なんかやらなかったら別に散歩ってやらないわけですよね。とか手書きとか瞑想とか自分で知ってるだけで、日々の中で気づきに触れることっていくらでもできますし、逆に言うとそれがないとしんどいということですね。それが人を介して話をすることだったり、いろんなパターンあると思うので、ぜひですね、やってみてください。そして、例えば、まあ、サロンで言えば、朝活の、あと、共有とか、そういうふうなところで、実は、ものすごい、なんか、こう、人生の、なんか、インスピレーションみたいなのが湧いてくる。まあ、特に外交の聴覚のタイプの方だったら、そういうのいいと思いますし、ぜひですね、そういうふうにして、こう、自分の気づき、優位感覚みたいなものを、こう、活かしながらですね、どうやったら自分の、こう、気づきをもっと増幅させられるのか。自己対話っていうのは、極端な話、その自分ってただ一人で机の前にいてペンを持っても出てこないっていうことってあると思うんですよね。ただスタバに行っても出てこないみたいな。うん。それはやはり自分との対話っていうのは、最終的に大切なのは気づきなんであって、気づきがこう自分の中でさらに生まれて、こう深くなっていくには、実は他者との対話をしながら自分の中のディープな部分に入っていく人と、自分の初めから深いところに入っていって、いく人とも全然またこうつながりが違ってくるんで、今日はなんかそんなバリエーションを少し、こう紹介して、ご紹介して、その中でのどういう風な、ものがポイントになるかっていう、まさに気づきにつなげていただければなというふうに思います。ということで今日はこれぐらいにしたいと思います。今日も一日頑張りましょう。習慣化コンサルティングでは、身につけたい習慣の実践率を高めることができる習慣化オンラインサロン、習慣化の実践コーチングができるようになる HRP 講座を開催しております。詳しくは習慣化コンサルティングホームページをご覧ください。番組ページに記載しております。それでは素敵な週末をお過ごしください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。